平岡孝一は、大阪府出身の教育者、チベット密教研究者、学校法人政府学園専務理事、チベット語通訳者、学校法人政府学園専務理事であるとともに、政府中学校、高等学校の校長で、平岡英人の長男、大阪商業大学講師、政府高校普通科、推薦入学で、早稲田大学第一文学部入学、同卒業。 1985年、七院大学の訪問団の一員として、インド南部カルナータカ州バンガロール郊外フンスールに、ある、夢密教大学を訪問。高一より夢の休場を知らされた英心は、施主として夢の支援に乗り出す。1988年から1989年に、かけて夢に留学、ロプサン川西寺、高野さん。 大学大学院博士家庭担任取得後大学。チベット密教に関する著書、論文、気候多数。また、チベット語の語学力は、チベット像の講演において、通訳を担当したほどである。平岡栄信の著書、人を育てるということによると、基本的には、学園の経営は高一に任されているがそれでも、理事長である栄信の発言権は、大きいようだ。 1. 1ダライラマ法王来日時の通訳に、ゲルク派の構想たちを招いての方は、環状会の開催3、秘密集会タントラに関連して4、ちったまにターラ環状と、洋法伝授に関連して5、シャーンティデーバ、イリボサツ抗論講読会6、その他の活動、ありがとうございます。